セトンは有機溶媒として広く用いられる有機化合物で最も単純な構造のケトンである。i u p a c 命名法ではプロパンマイナスニオン良心媒性の無色の液体で水、アルコール類、クロロホルム、エーテール類、ほとんどの油脂をよく溶かす。蒸気圧が摂氏20度において2 4 7キロパスカルと高いことから常温で 高い揮発性を有し、強い因果性がある。ジメチルケトンとも表記される。アセトンは、ブドウ糖の嫌気的発酵の一つである、アセトンマイナスブタノールマイナスエタノール発酵によって、生成するほか、人体でも正常な代謝プロセスの結果として、ケトン体から自然に生成され排出される物質で、生殖毒性試験では、生殖問題を起こす。 可能性が低いことが明らかになっている。実際にエネルギー必要量が高く体内の脂肪の利用が高まるとアセトンの生成レベルも高くなることから妊婦、授乳中の母親及び小児の体内アセトンのレベルは自然と上昇する。糖尿病患者が糖尿病性ケとアシドーシスに陥った時には大量に生成して呼気がアセトン臭を呈する。 難治性転換を患らう乳児や小児の転換発作を減少させるため体内のケトン体を増加させるケトン食療法が行われているがアセトンの薬理効果を期待したものではない。酢酸,酸カルシウムの還流やクメン法によるフェノール製造の過程でクメンヒドロペルオキシドニウの3分解の段階においてアセトンが副生物として得られる。またニプロパノールを 酸化炎などの触媒存在下に出す水素、あるいは空気酸化して得られる、酸化物を分解することによっても得られる。プロピンに水を付加することでも得られる。プロピレンをワッカー酸化によってアセトンとする方法も用いられる。アセトンから出発する有機合成の需要は、比較的少なく、クメン法などに伴い複製するアセトンの産量は過剰である。 このため返して価格は安い。合成アセトンの2016年度日本国内生産量は406,620トン、工業消費量は146,709トンである。歴史的には初期の製造法では木材を貫流して得られるキタールを蒸留して得ていたが、この方法では生産量が少なくアセトンは高価な主役であった。無塩化薬が発明されると、 コルダイトを製造するための溶媒として大量に必要になり、需要が激増した。ハイム・ワイツマンが第一次世界大戦中に、ブドウ糖にバクテリアの一種クロストリジウムアセトブチリクムを作用させるバクテリア発酵法を発明し、イギリス軍に提供した。危険有害性情報として、因果性の高い液体及び蒸気、メシ激。 生殖脳または胎児への悪影響の恐れの疑い、眠気または、めまいの恐れ、呼吸器への刺激の恐れ、長期または反復暴露による血液の障害の恐れ、飲み込み、軌道に侵入すると、有害の恐れ、MSDS に、目の刺激性、中枢神経への影響ありと表示される。吸引すると、頭痛、気管支援などを引き起こし、大量だと意識を失うこともある。 ラットの半数致死量は1 0 4ミリリットルキログラム。人傾向推定致死量50から7 5リリトル。傾向摂取及び、または吸引された場合、低い急性及び慢性毒性を持つことが一般的に認識されている。空気中の高濃度アセトンの吸引は、早ければ5分以内で人の喉に刺激を与えた。濃度 1000ppm を吸引すると、 一時間未満で目と喉に刺激を与えたが、空気中濃度 500ppm のアセトンの吸引は、二時間の曝露後も人に刺激症状を引き起こさなかった。発言物質や変異原性化学物質とはみなされておらず、慢性神経毒性作用の懸念もないとされている。ほとんどの有機溶媒、水、油と混和するので、本来混じり合わない液体同士を混ぜ合わせる。 イのカップリング剤となる。加えて、沸点が低く乾きやすいため、有機化学研究の分野で器具の洗浄にも使われる。また、1、2、ジオールのアセートニド保護にも使われる。アメリカとヨーロッパの共同研究により、アセトンの健康被害はわずかであることが判明している。付け爪用リムーバー、除光液、スプレーペイントや染み抜きなど、一般的に使用される製品での 当然予期される子どもへのアセトンの暴露に対する広範囲な研究も行われたが、子どもの環境及び消費者製品によるアセトンの暴露は重大な健康リスクを引き起こす可能性は少ないという結果となった。子どもの体内に存在するアセトンの90%は体外で自然に生成されるものであることも特定された。残り10%は玉ねぎ、葡萄、 カリフラワー、トマト、牛乳、チーズ、豆類及び、ンド道といった、自然食品源のほか、母乳からのものである。ABCD、マークインデックス14スエド、66AB 国際科学物質安全性カード、アイクスク0087経済産業省、生産動態統計年報科学工業統計編、マークインデックス13スエド、 67、ネイルポリッシュが爆発した話。道四つさんのブログ。2021年7月21日閲覧。厚生労働省、食品添加物。ありがとうございます。